ベルギー国内の高速鉄道路線、ウォールホルン付近ベルギー高速鉄道3号線は、ベルギーの高速鉄道路線である。ベルギー東部のリエージュとアーヘンに近いベルギードイツ国境を結んでいる。路線長は 56km でそのうち 42km が専用の高速線、14km が在来線の改良区間である。 技術的には2007年10月には完成していたが、列車の営業走行開始は2009年6月14日から開始された。2009年12月13日よりタリスは道路線に経由変更されている。開業が遅れた要因は完成した列車保安システムの技術的な不具合による。HSL2 やフランス国境から続く HSL1 と合わせて、 この東方向への高速鉄道路線は、ブリュッセルからパリやドイツ方面の所要時間を大幅に短縮させる。HSL3 はタリスやアイスに加え、国内の早いインターシティサービスにも利用される。リエージュ・ギルマン駅を離れると改良された在来線を列車は時速160キロメートルまで速度を上げる。シェネーから専用の高速線区間に入る。 高速線での最高速度は220から 250km になっている。路線は、ベスドル川を渡りボスイコールシェーブルモンとスマーニュ、間の全長 6.2km のトンネルを横断する。その後、高速道路 e 4 5号線と並行し、ウォルホーンの村の直後に開作広報区間で e 4 5号線を潜り、在来線に再接続する。改良された在来線を、 再び時速160キロメートルで列車は走りハンマーブリュッケ高架橋を渡り2キロメートル離れた地点で国境を越える国境を越えて列車は改良された在来線に沿ってアーヘン中央駅に向かう列車はベルギー国内は左側通行だがドイツ国内アーヘン付近では右側通行になるこの区間を走行するタリスやアイスさんなどは どちらの通行にも対応するように運転台が中央に備わっている。リエージュ・ギルマン駅はタリスやアイスのサービスに対応するため新しく建設されている。デザインはスペインの建築家サンティアゴ・カラトラバが担当しガラスのアーチ状の屋根をしておりショッピングセンターを含んでいる。最も興味深い建設計画は6505メートルに及ぶソマグネのトンネルで ベルギーでは一番長い鉄道用トンネルになる。掘り抜かれた区間は5940メートルで、それぞれ拡張され、覆われた点が177メートルと388メートルである。それぞれ、何十もの異なった硬い地質構造の中でトンネルを掘り進めなければならず、石灰層を通すため残りの区間はダイナマイトで吹き飛ばさなければならなかった。 トンネルはいくらかのエリアで127メートルの深さに達している。平均勾配は17パーミルで、最大勾配は入り口のソマグネで20パーミルである。トンネルの一部区間は時速200キロメートルに制限されている。トンネルの後期は2001年5月14日から2005年8月であった。ありがとうございます。